佐藤美希は日本の女性タレント、女優、ファッションモデル。愛称、佐藤美希。栃木県宇都宮市出身。ホリプロ所属。第38回、ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリ。J リーグ名誉マネージャー。雑誌、ノンの元専属モデル。幼い頃に入退院を繰り返していた経験から、看護師を志し、3年生の看護専門学校へ。 進学。一方で、モデルという職業には、中学時代から憧れを抱いていた。専門学校の1年時に、学校のミスコンテストに参加して、ミスキャンパスに選出されたことで、モデルになりたいという思いが強まり、2年時の2013年に、母がスポーツ史上で記事を見かけた、第38回ホリプロタレントスカウトキャラバン2013、ノンノセブンティーンモデルを目指せに、 年齢制限の上限となる20歳で応募。年齢もあるし、これでダメなら諦めて看護師になろうと、最初で最後のオーディションに臨むと、2216人の応募者の中から史上最年長でグランプリを獲得。ホリプロとの専属契約並びに、雑誌、ノンの専属モデルとしてのモデルデビューが決定した。グランプリ受賞者として、2013年11月4日には、 日本民間放送連盟、ラジオ最価値化プロジェクト第3弾として、ラジオ新善大使に任命され、2014年3月3日の民放ラジオの日から始まった、ラジオ啓発キャンペーン、ラジオになりたい。では、メッセージソング、ラジオになりたい。で歌にも挑戦。また、2014年1月20日発売の雑誌、ノンの3月号で、ファッションモデルとしてデビューを果たし、 2016年3月19日発売の、ノンの5月号にて卒業するまで同志専属モデルを、務めた。2014年3月31日からは、フジテレビ、目覚ましテレビ前の情報コーナー、今時に、リポーターの今時、ガールとして出演。また、翌4月より放送の長屋園、彩りご飯、CM で、CM 初出演、同7月には、 ネリ・サマーズのアシスタントを務めて、バラエティ番組初出演。2015年2月にはグラビアにも進出し、週刊ヤングジャンプ史上で、水着グラビアを披露して、注目を集めた。2015年2月19日に、足立リカの公認として2代目 J リーグ女子マネージャーに就任し、J1J2040 クラブのホームスタジアム訪問を達成し、サポーターと交流を図るなど、 精力的に活動。2年目となった2016年には10月に J3 含む J リーグ全53クラブのホームスタジアム訪問を達成した。2017年も引き続き J リーグ女子マネージャーを務める。2代目 JM、J の侍など J リーグ関連の番組で MC を担当する機会も増え、J リーグ公式サイト。 jleague.jp 内に連載コラム、焼肉より、J リーグが好きになりました。を、サッカーマガジンゾーンに連載コラム、里見木ダイアリーを執筆。3シーズンにわたる功績が認められ、2018年より、J リーグ名誉マネージャーに就任する。2015年8月公開の、手裏剣戦隊、ニンニンジャーザムービー恐竜伝様あっぱれ忍法帳。で映画に初出演。 2016年4月には初舞台となる劇団チームをタック第21回本公演小さな結婚式いつかいい風は吹くで女優として本格的にデビュー同年10月からのドクター X 下界大門智子に看護師役でレギュラー出演しテレビドラマ初出演を果たした2017年はお芝居を本格的にやっていきたいとしている 2017年4月にはスターへの登竜門と目される2017パルコスイムドレスキャンペーンのキャンペーンモデルに起用された。2018年6月から7月には自身にとって初めて見る大会と語る 2018FIFA ワールドカップロシア大会において NHK の関連番組のスタジオキャスターを務める。同年9月には目標としていた初の写真集。 佐藤美希ファースト写真集を発表、すっぴんやトップレスのカットにも挑戦した。モデル、タレントなど、活動の幅を広げ、現在はグラビアでも活躍している。ありがとうございます。